11月1日、松山市三番町の松山中央郵便局で2020年用年賀はがきの販売が始まりました。2020年用年賀はがきは全国版が6種類、オリンピックイヤーとして東京2020オリンピック・パラリンピックの広告付きが4種類、そして愛媛県版ではみきゃんとみかん山の1種類で、合計11種類のラインナップとなっています。またその他にも、松山市が広告主となった道後温泉、別館飛鳥の湯、空の散歩道が描かれた広告付き年賀はがきも販売されています。この日は道後温泉観光親善大使の道後マドンナから、道後温泉を全国へ発信するため、ぜひこのはがきを利用してふるさと松山の魅力を一緒に広めてほしいと挨拶がありました。この広告付き年賀はがきは松山市内の郵便局で販売されるとのことです。2020年の干支はネズミ。この日は戸部動物園から天竺ネズミのタムちゃんが応援に駆けつけてくれました。9時には年賀はがきを購入しようと訪れた人に販売が開始され、年賀はがきと記念品干支の石鹸が手渡されました。やっぱり今の時代、人と人とのつながりっていうのが塩素になってる、それをこう結ぶ絆っていう一つの役割を果たすのではないか、そういう意味で年賀状を大切にしたいな、こういうふうに思ってます。ありがとうございました。この年賀はがきは2020年1月10日まで購入できるとのことです。